ならこれくらいできるはずだ。Yeah!
俺は寝てる？この前のペーパーテストの時と女、それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわ、悟空、またクローンが現れやがった。The battle's about to start. Good luck!わかっか？おめえ地面にぶっ倒れてたんだぞ。うん、そうなのか。でもあれ、それは妙な波動の影響を受けているせいよ。というわけなの。もうだから変な波動原因あんた弱くなる。うん、ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。まあつまりオラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっていうこと。悟空の中に入ってそう、いいやつすっげえいいやつ。そう、いいやつならお前も友達。おかあれ、おかしい。そんならブルマが宇宙一うめえ。私？この間のパーティーのプリンよりうまいか？もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に。わかった、先に戦う。その大丈夫なんですか？宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば。やるぞ。ドン！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 
大丈夫さ。なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね。フリー族は、あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが
面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのはあのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです。ギニュー特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報をあなたの持つあいつの情報と情報交換というわけで。なんだ？だ？そう、そう。ピッコロか？すぐに来てくれ。敵が。敵？かすかな木の実だね。
Yourself for the coming battle.
outcome of this fight is anybody's guess. Yeah!
ようやく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。実は今、大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入ってる時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それどうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。サンク。とにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前だが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。
緒だったな。Thank you.
a Dragon Ball Rumble. Thank you.
でやるじゃん。号はカプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから大丈夫。そんな不安そうな顔しないでね。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うんなら大丈夫ですよね。クリリン、ゴラの中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな。きっと大丈夫だだよな。悟空の中にいるお前結構いいやつ。お前とはいい友達になれそうだ。だがなぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのよ。実は私最初に16号に会った時、それだからあの16号はセリウムよ。あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね。作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって感じ。真相は分からんが今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだな。